今私たちがすべきは濡れた服を脱いで体を温めることです。気にしないなんて不可能だ。まさかダンジョンでこんなことになってしまうなんて。使ってください。 ありがとうございます。どうしてだろう、こんなにも彼を意識してしまっている。そうだ、こんなことを考えている場合では、どうしてあの時戻ってきたのです、コロシアムに。もう誰も死なせたくない、そう思ったから。ベル、私の話をあなたには知ってほしい。はい。私はファミリアの皆の命と引き換えに生き残った。リュウさんがこんなところで死んじゃったら、アリーゼさんたちきっと怒ります。胸が熱い。ベル、やはり肌を寄せ合いましょう。早く体が冷え切って手遅れになる前に。非常時ならエルフもドワーフとさえ抱き合うくらいする。そうなんですか。その横島な思いは抱いてはいけない。いや、その私のような体で浴場しないとは思いますが。リュウさんはリュウさんだから。私は暖かいですか。リュウさんってこんな小さかったんですね。何ですか。何でもありません。言いなさい。あの男の人が女の人を守りたくなる気持ち、わかるような気がしました。宮川さんの温かなご飯が食べたい。あ、僕もみんなと一緒に帰って神様に言いたいです。ただいまって。リュウさんたちみたいにずっと大切にします。ありがとう。